まあ、異次元の少子化対策とは言いますけれども、まあ、自民党の皆さんはね、これからも少子高齢化を加速していくことだと思います。というのが、若者の票が少なければ少ないほど、高齢者層の支持を受け続けることができますね。単純な数の理論ですよね。まあ、ですんでね、子供が増えて若者が増えると、自民党を選ばない人が増えるんで、これ困っちゃうんですよね。まあ、そういった形で、異次元に、また、舞い戻っていくのが、岸田総理、自民党政権でございます。